マティーニはジンベースの著名なカクテル。通称カクテルの王様。諸説あるが以下などが有力とされている。あくまでも上記は参考。今日ではジン3から4に対してベルモット1が標準的とされ、これよりジンが多い場合はドライ・マティーニと呼ばれることが多い。ジンとベルモットの割合は好みや作るものによって様々である。もとはジン一に対して ベルモットに程度の割合であったが、その後に辛口なものが流行し、一時期はベルモット一滴の中に地を注ぎ込むといったエクストラドライマティーにも供されることがあったという。蒸気材料をミキシンググラスに入れてステアする。カクテルグラスに注ぎ、オリーブを飾る。好みで蒸気材料にオレンジビターズ数滴を加えたり、供する前にレモンの火火を絞り加えることもある。 などがあり、蒸気以外にも実に多岐にわたるバリエーションが存在する。1979年に出版されたザ・パーフェクト・マティーニブックでは268種類のレシピが紹介されていると言われる。YYT プロジェクト編、おうちでカクテル P50 池田書店2007年2月20日。 発行は SBN978 から4から262129181サントリーの宣伝部に在籍していたため事情に明るかった。開口剣はその著作でマルティーニへロッシシシャが自社のベルモットを撹拌するためにこのカクテルにマティーニと名付けて意図的に流行させたという説が有力であると述べている。ありがとうございます。